どうも、どうも、東京どうも、影、ありがとうございます。いやー、めっちゃホリデー、ハサミを持ちながらですね、危ねえぜー。ということでですね、これですね、また届きました。でもね、もうね、だいぶも買いましたから、ちょっと反省したしね、もうもうほんとね、しばらくこのゲームソフト買いましたっていうのは最後かもしれない。そんなこと言ってね、また買っちゃうかもしれないけど、ですね、今回ですね、あ、俺やばい、このシリーズずっとやってんのにやってねえわっていうのを買いました。ちょっとね、今ね、出しましたけども、これね、ずっとねやってるんです。時にはねやりたすぎて本体を買ったぐらいやってたんです。で、まあ今はいろんなシリーズの機種が出ちゃったので、まあちょっと俺も大人だしね、もうしばらくいいかなと思ってたんですけど、あ、俺これ今やれるのにやってないぞっていうのがね一つありました。ちょっと待ってね、袋入って、ちょっと待ってください。これね、これ破っちゃうからね。なんかこれね、わざわざご丁寧になんか綺麗な袋とかに入れてるから、なんなんでしょうね、日本人ですから、なんかほらもったいないなってね、ビリビリに破っちゃうのはどうかなって思ってね、綺麗だからね。さあ、ということでこちらです。トゥルンタルーンダーン、出たー、ちゃんとつくのか、これでスーパーロボット対戦 BN だ、やったージャス。そしたらね、今ちょっとホームページをちょっとね下の前に、あ、ちょっと知識をちょっと入れとこうかなと思ってね見たんです。そしたらね、参戦してるやつが、してるやつっていうのもあるんですけど、キャラクターっていうかね、作品がどこだったか、5作品ぐらいあったんですね。新規作登場がね、ゴーグ、巨神ゴーグっていうのかな、あと飛行界ガリアン、ガリアンっていうのかな、そして SD ガンダムガイデル。ちょっとね、俺ね、これがね、これがやっぱね、俺の世代はね、もうこの SD ガンダムカードダスです。カード、このガンダムのカードね、このカード集めて何になるんだっていうね、ちょっとありましたけども、ほら、今の子たちだとほら、カードゲームで戦いたいの、これただ集めるだけだからね、いいだろうこれみたいなね、キラキラ出ていいなみたいな、ただカード集めるだけど、このガンダムのカードダスのことがあるから、やっぱりちょっとテンション上がって、これいいな、ね、これなんかOVA、 ビデオとかでアニメあったらしいんだけど、見たことないけどね、ちょっとこれこの SD ガンダム出てるっていうので、ちょっとテンション上がってしまいましたね。そして、ガンダムエイジですね、ガンダムエイジも出てますね。で、マクロス30ですか、ちょっとあれなんですけど、なんかね、マクロスのその30っていうのはゲームらしいですね、本当はね、ゲーム、ゲームのやつがゲームに参加するんだね、いいですね、そういうパターンもありますね。だ、俺が見たことあるのはガンダムシリーズしか見たことなかったです。あとはもう昔から出てるキャラクターはもうスパロボでご存知、あとあれかな、マジンカイザーが出てるんですよね、確かね、マジンガー Z のなんか新しくなったやつみたいな、なんかもっと強くなっちゃった版みたいなね、それはちょっとね、 OVA の初めの方だけ見たのかな、そしたらね、俺が見たのはロケットパンチって、ね、撃つんです、ドーンって。そうするとその威力が強すぎてマジンガーが倒れちゃうって言って、すげー強えー、すげえ強えじゃんみたいなね、で、続きはほら2巻3巻を買ってくださいみたいなね、持ってないんで、その後は見たことがちょっとないんですけども、なかなかねすごいなって、お、出ましたね、お、いいですね。そう、このね、DS のシリーズはずっとやってたんですよ、よく考えたらね。で、これはやってないなと思ってね、この前のやつはやってるんですけど、最後に出てるこれ、で、これ以降は多分ね、もう3DS じゃないですよね、もっと新しい機種とか、なんかね、プレイステーションシリーズの方のやつに行ってると思うんですよね、だ、そういうのはちょっとね、もう大人だから、本体買ってやろうって、ちょっとごめんなさい、もうこれだ、これを最後にしようかなと。これね、全然やったことなかったんで、高かったです結構、やっぱ人気があるからね、値段がなかなかね、で、やっとこれはね、大体ね、中古で大体ですね、あんまりここっていいのかな、2000円ぐらいが大体相場っていうか、ね、大体もう2000円超えてくるかなぐらいの感じなんで、2000円以下ってなかなかない、あっても
あっても速攻売れちゃうみたいなね、もうあったら買いだみたいなところあるから、思わず買っちゃいましたね、値段はねこちらですと、はい、ね、1800いくらでしたっけ、ちょっと自分で見て忘れちゃったけどね、送料込みでそれぐらいだったらもうほんとね、2000円以下っていうのはもうなかなかないんですよ。あと、もうこれと、このケースも全部ついてるっていうね。だってソフトだけとかだったらまだわかるんですけど、全部あるっていうね、全ありっていうのがね、なんか、ありなし、ね。なんか、まあいや、なんとかありですね。なんとかありの、なんとかなしみたいなね。なしなしのとかね、いろいろあるみたいですけどもね。まあまあまあ、それはいいとして。まあまあ、ちょっとね、正直買ってから、あれ?俺、見たことある作品、少な、と思ったんですけど、まあ、とりあえず、俺はね、この SD ガンダムね、ナイトガンダムが、もう、ちょっと、これ、ファミコンとかの、昔のやつね、あれの、ほら、これね、なんか、円卓の騎士みたいなのあったんですよ、ロープレ、ドラクエみたいなやつ。これのあったんですよ、もう、ほんと、で、なんか知んないけど、俺が持ってたソフト、借りたやつかな、ソフトはね、途中まで行くとね、バグるんです。途中まで画面がビーってなってね、ゲームができなかったんです。何これと思ってね、何こういうゲームなのって。子供だからよくわかんなかった。なんか壊れてんのかなわかんねえみたいなね。で、なんか変な感じで終わっちゃって、いっかもういっかそれでねみたいな。チェッキショーみたいなのがね、当時なくて、わかんない。子供だからね、なんか画面が急に何回やってもそこで止まるから、みたいなね。あれ壊れてたんかもしれないな。まあいいや。で、そっから、もう、ちょっとすいません、ナイトガンダム、ちょっと途中で終わっちゃうから嫌だみたいなね。もうそれからやってないんですけども、でもこれ、もうこの勇姿を見たらもうね、これ買うしかねえ、みたいなね。もうそれだけで買っちまって、冷静に考えたら、もう知らねえ作品ばっかだなっていうのがちょっとありますけれども。でもね、これはもう、最近はね、できるだけこういうロボット関連が出るアニメは、なんていうか、こう、いや、やっぱね、最終的にスーパーロボット対戦出る可能性があるから、作品としてね、登場する可能性があるので、見とこうとか思いながら見てたんですけど、まあ、最近はちょっとやってないんでね、あれですけどね、そういうアニメもちょっとあれなのかな、あんま知らないからわかんないですけどね、というわけでね、ね、スーパーロボット対戦も、ね、最後に出るのは誰みたいなね。ありますよね。ドラえもんかみたいなね。ね、ちょっとわかんないけど、ね、どこまでがロボットの作品に出るのかなみたいなね。まあ、いろいろ権利の問題とかいろいろあるんでしょうね。わかんないけどね。こうやって、したりね、こうやって、書いてある。いろんなところの協力がないと多分ね、こうやって出せないんでしょうからね。楽しいよね、これね。ということでね。まあ、とりあえずですね。もうなんかこう飛行機飛んじゃってるからね。まあまあ。まあまあでもあれですよね。なでしこ。なでしこ。名前は知ってるんです。でも、昔の作品出てきてるのも知ってるんで、あれなんですけど。まあまあそんな感じでね。楽しいですよね。もう特にオチもないです。もうこれがね、やりたく買ったよって、ただそれだけです。ほんとそれだけです。今は本当にね、これをやろうかな。配信が、配信じゃないわ。ごめんなさい。YouTube の動画が、若干ちょ気持ち減るかもしれないけど、そしたらこれやってるってことですね。もうほんとね、ただね、最近のゲームね、ちょっと困るなと思うのが、スペシャルでダウンロードコン、ダウンロードできるよ、みたいなね、お話、これとかだとお話、シナリオがね、ダウンロードできますよ、みたいなのあるんですけど、金取るんだな、これな、お金がかかるんですよ。まあまあ、それはね、まあまあ、ビジネスですからいいんですけど、これあんまりやるとなんかなみたいなね。前のドラクエもそうだったのになぁ。でもあんまりダウンロードがいっぱいあると、なんか、いつ終わるのかなみたいな。ね、最近の方はまあ、そういうね、ネットゲームに多分慣れてるからですけど、なんか、やっぱりね、俺はね、ゴールを目指して走りたい。ゲームね。うわーって走りたい。ゴールだやったー全クリしたぜーやったーっていうゴールが欲しいんですけど、最近のゲームほら、そういうのがなかったりするじゃないですか。なんか、最終的に、飽きたら終わりです。ゲームやろうとも全然やるよ、みたいな。ね、新しいなんかこうデータもいろいろ入って、なんかいろいろできるけど、みたいなね。で、最終的に飽きたら終わり、みたいなね。結構お金いろいろ使ったけども、飽きたら終わり。なんか最終的なゴールがあった方が、俺は、なんかこう、一区切りついていいかな。ちょっと昔のね、昔のゲームの世代のちょっとあるんですけどね。
そう。そういうツイッターのね、追加のね、なんか、ね、お話しなりよ、追加しなりよ、みたいな。お金取る？もうこれもなかなかね、もうこれね、発売されるっていうニュースを見たの。これで、今ホームページで見たら、2015年かなんかやってました。2015年ですか。おお、やばい。やばいやばいやばい。音が出ちゃう。ごめんなさい。これダメダメ。ダメダメ。ダメダメダメ。ね、音出ちゃった。ダメだよ、これは。ね、まあちょびっとだからいいっすよね。ほんとね、これね、確かね、2015年の8月だと思う。その当時、やべ、欲しい、やりてーと思ったんです。で、多分ね、それをね、やりてーと思った時に、1個前をやったんです。高いから。これね、定価ね、6000円超えてるから、6600いくらとか言って、消費税だから、結構いっちゃうね。7000円くらいいっちゃうよね、みたいなね。ちょっとごめんなさい。もう、ちょっと大人だから、あんまりこう、そう、何あんまりこうないんですよ、お金が。そう。っていうところで、ね、ちょっとなかなかこれね、諦めてたんですね。なんですけど、そう、買いました。ね、ほら、これ、ちょっと見てください、このキラキラ。このカードだし、ちょっと映って、あんまり言っちゃ綺麗に映ったんですけどね。こうナイトガンダムのこうキラキラですよ。この出た時のこのね、昔ね、若い方知らないと思うんですけど、このカード出すってね、ガンダムのカードをね、買えるんですよ。1枚。1枚ずつ買えたんですよ、昔は。今はね、100円入れるとなんかカード束になって入ってるけど、昔は20円入れて、こう、機械をね、ガチャガチャみたいな20円入れて、ガリッガリッというか、そう、カードが1枚だけポロッと出てるんですよね。そうすると、なんか、スライムザクみたいな、スライムの形したザクみたいな。ハズレかっていうね、もう明らかなハズレみたいな。あとはなんかキャラクターがジジイみたいな、なんか杖持ったのね、多分ね、好きな人は分かると思うんです。この変な杖持った変なジジイみたいなのが出てきて、はいハズレみたいな、もう明らかなハズレみたいなのが出てきて、あとねジムのなんかこう戦士みたいなのね、何枚か出てきて、こう3人集まって集まりました、ね、はいハズレ、はい20円みたいなね。そう、そんな高い20円かハマってやると、ね、キラキラカードが出てやったーみたいな、やったーみたいな、ビックリマンはね、正直ね、箱買いする金持ちの人がいると、もう全部よーく見てると、右の後ろから3番目とかで、順番でね、ちょっとバレちゃうんですよね、キラキラで。でもね、こうね、そんな、もうね、20円でやるんですね。で、金持ちのやつというか、俺の友達いて、親の金盗んでやってるやつ、じゃあね。超裕福だな、超金持ちだなと思ったら、親の金盗んでいたんですよね。後で問題になっちゃうんですよね。だからもう、本当に、やたらとお金をね、そんなに持って、いきなりそんな子供なのに満札持って、うろうろしてんのみたいなね。お金、絶対お金借りちゃいけないみたいな。借りて問題になってたから、学校でね。何々君からお金を借りた子。来てくださいって、ね、でいくら借りたんだみたいな、全部こうね、内訳表みたいな感じ で親が最終的に返したのか分かんないけどね、もう大変なことになってた。俺はね、いいなと思ったけど、やっぱりね、それはまずいかなと思ってたんで、そう、なんかね怖かったな。お金いっぱい持ってるね、何カードをいっぱい持っててあげるよって、いやいや欲しいけど怖いな、そう。あとね、子供ってね、あれなんですよ、あげるって言ったくせに後で返せって言うんですよ。そう、なんかちょっとね、なんかまあカチンとちょっとさせたからかな、したもって、いやさっきのごめん、やっぱ返してみたいなね。やっぱ返してっていうのがね、すごい子供の時嫌だよ。だからね、もらわなかったっていうのもあるんですよね。そう、やっぱ返してはね、ちょっとね、本当にもうね、嫌気がさした。そしたらね、20円おごってやるよ、ありがとうって言ってて、で自分の金がないことやっぱ返してって言うんですよ。うーわ、もうだったらあれ買わなかったよみたいなね。そう、そう、その嫌な思いをしてたんだな。何の話ですかこれは。まあまあ子供あるあるですね、子供あるあるとしてね、やっていただければということでね。ね、もうスーパーロッドですから、ちょっと端っこに置いちゃいましたけど、これやるよということで、ね、やっていきたいと思います。じゃあ以上でございます。どうもかげー、こんな動画見るか、ありがとうございました。さようなら、子供あるあるでした。
東京ども、鍵ホームラン、ありがとう、ありがとうございます。イエーイ、めっちゃホリデーということで。